はい、野村です。本日は塗りポイントバトルをして遊んでいきたいと思うんですけども、前回ですね、やったのが多分4人ぐらいでやったんですけど、今回8人で人を増やしてやっていこうかなと思います。で、今回ルールなんですけども、まあ一番最初に俺が塗る。で、2番目に俺が塗ったインクを見てみんなが真似て塗ってもらいます。で、最後に俺が塗ったポイントに一番近い人が勝ちです。まあ、つまり、まあ、真似っこですね。俺のポイントに一番近い人が勝ちという、もうほんとそんだけ。っていうバトルを、っていうバトルを今からしていきたいと思います。よろしくお願いします。全く同じ動き。ひるよさん全く同じ動き俺とするじゃん。はい、ということで、今から俺が塗ったポイントに合わせてみんなに塗ってもらいます。はい。で、残り1分になったらみんな塗ってほしいんだけど、最初じゃあ、今から塗っていくので、まあ、どんくらい塗ったか考えてみてください。画面のみんなも考えてみてください。どうしようかな。どんくらい塗ろうかな。相手チームもいるからさ、見せたいよね、どんくらい塗ったか。おーい。あっちいるね。さあ、もうどんどん塗っていきましょう。結構俺、しょっぱなから塗ってるぞ。ちょっと多めに塗ろうかなと思ってるんですけど。ああ、落ちちゃった落ちちゃった。ああ、こんにちは。どうしようかな。スーパー弱視も使っとくか。オッケー、ああ、これ。いや、もうちょい。いや、もうちょい。もうちょい。これどう？これ。これいいんじゃない？もうちょいいっとく？なんか、ゾロ目は出せないけど、キリのいい数字がいいな。あ、これでいい、これでいくわ。これでいく。俺決まりました。俺の数字はこれなので、まあ、この数字に一番近い人が勝ちです。さあ、皆さん、もう塗っていいようですよ。頑張ってください。もう数字は決まったので、頑張ってみてください。どんくらい塗るんだろうね、みんな。もう相手チームも、しっかり塗って、相手チーム見てたか？俺が塗ってたところ。ちゃんと見てたか？もうボム飛んできた、危ねえ。なんか普通にしててやられそうだから、ちょっと避難しておこう。誰が一番近いか、みんな頑張って塗っております。どんくらいで調整するんだろうな。ああ、すごい、スプリンクラーで自動に。ああ、スプリンクラー壊れた。うわ、恐る恐る塗ってる、あの子。あの子、恐る恐る塗ってる。ひりおさんも、ひりおさんも結構塗ってんじゃないかな。ひりおさん、超えてない？大丈夫？大丈夫かな？自信はありそうだね。みんな意外と自信ありそう。どうだろう。集まってきた。正解発表します。俺の塗ったポイント、350ポイント。この350ポイントに一番近い人が勝ちです。結果はどうなるか。うっ !360 いる360! おお !360 の方、勝ちです。はい、よろしくお願いします。今回はね、星さんが塗ってくれるんですけど、あの子が塗ったやつを、我々で当てていきましょう。ひりおくんも惜しかったね、さっきね。ひりおくん2位ぐらいだったよ。あとちょっとでね、ぴったり賞だった。惜しかったね。悔しそうだね。悔しそうだ。え、どんくらい塗ってると思う？結構ジグンは塗ってるな。え、どんくらいだろう？ 60、80、120、160ぐらいまでいってそうだな。俺の予想は今160ぐらいいってる気がする。もう、これで終わりか？あ、これでいいんだ。これで終わりらしいです。あ、じゃあ、みんな、塗っていきましょうか。どんくらいだろう。180って言ったけど、どうだろうな。あー、ちょっと塗られてわかんなくなっちゃった。いやー、ちょっとどうだろう。200いったか、これ。これ、200いった？いくかな？いかなす、ギリギリいかなそうなんだよな、俺の中では。200は。どうなんだろうな。まあ、でも俺最初180ぐらいと思ったんで、183ぐらいにしとく？もうちょいか、もうちょい行こう。
あ、みんな終わったみたいですね。だって、おいで塗ってるよ、最後に。おい塗りしてる、おい塗り。とりあえず今回俺は180ポイントにしときました。星3の数字なんだろうな。405? 意外と塗ってる。意外と塗ってた。この、3ポイント差見つけました。寿司さん402ポイントで、マジで近い。マジで、めちゃくちゃ近かった。本当に3ポイント。3ポイントだった。すごいな。はい、3回戦目、スタートしていきたいと思います。今回、真似るのは、ヒデオさん。ヒデオさんの塗ったポイントを、みんな合わせていきましょう。ただ、なんだこの塗り方は。この点々、足跡みたいな塗り方、なんだこれ。クマの足跡ってなってる。塗り方に癖がありすぎるだろ、ヒデオさん。マジでこれでいくのかな。ヒデオさん帰ってきた。あ、塗った?塗りました?あ、塗ったっぽい!ちょっとじゃあ観察しよっか。ヒデオさんが塗ったポイント。足跡が、足跡が4、5、6、なんか、すごいいっぱい足跡ある。何これ?斑点模様になってる。汚いね。すげえ汚いね、これね。いろんなとこ、敵陣地でもあるぞ。ほら。相手チームは?相手チームもびっくりしてんじゃないか、これ。めちゃくちゃあるぞ。どんくらいだろうな。ちょっと丸一回書いてみるか。なるほど。4%、4% だね。これだけで。なんか、20個ぐらいあったもんね。どうし、100いってるかも謎じゃないこれ。ちょっと丸書いとくか、俺も。なんか、ヒデオさんが塗った風に塗らなきゃいけないみたいな風潮ができてる。なんか、すげえ気になってヒデオさんが。とりあえず丸書いとく。あ、すごい、それすごい。それいいね、その塗り方。点だ。どんくらいだろう。なんかさ、ヒデオさんのことだから100ぴったりとかさ、やっていきそう。いや、逆に99とかゾロ目とかさ、ありそうだよね。もうちょい塗っとこうかな。ここら辺も塗っとこう。いや、ここら辺で止めとくか。どうしよう。3桁。いや、3桁いってるかな。こんな、いや、これか。これだ!これどうだ?あえて100いかないスタイル。ヒデオさんのあえて100いかないスタイル。あ、みんな集まってきたね。99にしました、今回。99。あえて103桁いかない。どうだ?なんかもうヒデオさん塗った跡形もね。ぐっちゃぐちゃ。結果は、99だ。ヒデオさん62! 全然塗ってない。全然塗ってないぞ。はい、ということで、まあ、今回は終わるんですけども、すごいね、面白いですよ、この遊び。スプラス3でも、2でも、1でもできると思うので、なんなら3になってもね、これからやっていこうかなと思うんですけども、よかったらみんなも遊んでみてください。いろんな、ほんといろんなパターンがあると思うので、すげえ楽しいです。ありがとうございました。